皆さんこんにちは。今回は最近地味に新規勢が増えてるということで、本当に始めたての人、超始めたての人のためにビギナーズガイドっていう感じで、最初こういうことをするといいよっていうのをちょっと説明していこうかと思います。まず最初メニュー、システム設定、詳細設定って押してみてください。でここのキャラクエスト、ストーリースキップっていうのをオンにして、でアイテムのオートロックオフで、次ここチャットって押します。で押した後このシステムログの出力をオンにしてください。で次動作でカメラ回転速度、俺は一番これマックスにしてますけど、まあ、ここはまあ調整する感じ。俺はマックスになれるのがおすすめです。で変更 OK を押します。これで設定 OK です。でちょっとオーダーの引き方なんですけど、ガチャのことですね。最初注意しておきたいのが、強くなるために必要なのがこのスキルレコードオーダーっていうやつで、でこっちのアバターっていうやつが見た目だけ変えるんだけど、ステータス全く変わんないし全然強くなるの関係ないよってやつなんですけど、このアバターオーダーね、よくこの英雄のアバターオーダー、うわこれすげえ強そうみたいな感じで引く人いるんですけど、これやったら最強じゃんみたいな感じで、でもこれやっても見た目が変わるだけなんで、でしかもこれ課金石っていうこのアルカナジェムってやつを消費しちゃうんで、こっちのスキルレコードオーダーがね引けなくなっちゃうんで、使うとなんで、そこだけ注意ですね。まあ、このスキルレコーダー左上メニュー右下ショップからね行けるんで、で最初はねスタートダッシュステップアップオーダーって初めて72時間以内に引けるやつが一番上の方にあって、あと無料オーダーがね一番上の方にあるんで、無料オーダー毎日ね、まず引いて、で、スタートダッシュ、ステップアップオーダーは、まあ、最初引けるだけいっぱい引いてって感じで、で、それを引くために、ストーリーを進めていくといいんですよ。で、ストーリーってメニュー、クエスト、受注クエストって進むと、まあ、これ、俺全部終わってるでないんですけど、ここメインって書いてあるところ、ここ、水色のクエストがあると思うんですけど、これね、まあ、なんかクエスト押すとね、なんか説明とか出てくるんで、何を何体倒すとかね、出てくるんで、それの通りにやるんですが、まあ、それをね、ここナビっていうのが書いてあるんで、その表示したいやつに、その、進めたいやつに、こうナビってやつを押してから、ここね、自分がやりたいやつのクエストを押して、右上のね、マップを押すとね、まあ、こういう感じでね、黄色いターゲットマークが出るんですよ。で、この黄色いターゲットマークを目指してね、どんどん進んでいけばクエストが進行するんで、これで進めていくんですけど、ストーリー進めれば進めるほどやっぱジェムがもらえるんで、でこのねスキルコーダーが引けるんで、さっき言ったスタートダッシュステップアップオーダーをできる限り引いていきます。でストーリー進めていくためには装備を整える必要があって、メニュー、ステータス、プレイヤー装備って進むと、まあこういうのいろいろ出てくるんですけど、まあここね最初ね、なんか何も装備されてないと思うんですけど、できる限りね、その空白がないようにどんどんね、いっぱいいろいろ持ってるスキル装備していくといいです。こういう感じで。で、このね、ソードスキルなんですよ。この武器側に装備するのは。あと、武器もね、なんか新しいの買って装備したりとかするんですけど、この防具側もね、スキルレコードっていうのがあって、防具に装備するスキルレコードをアビリティって言うんですけど、まあこういうのをね、装備するとね、攻撃力とか防御力が常にね、上がったような状態とかになるんで、まあいろんなね効果があったりするんですけど、まあやっぱ最初はね、これ装備するだけでこう攻撃力防御力上がるんで、まあどんどん装備していく感じで、まあ防具もね装備してない箇所があったら、どんどんね新しい武器とか防具ね買って、どんどんねこれで押してね、なんか選んで装備っていう感じでどんどん装備してってって感じがいいと思います。で始めたてだと、なんかこれ移動ちょっと遅くないと思うかもしれないですけど、この右下になんか人が走るボタンみたいなのあるじゃないですか。でこれ押すとね、ちょっと速く走れるんで、これバンバン使っていいんで全然。で、この、上のこの紫のゲージあるじゃないですか。これ SP ゲージって言うんですけど、この SP を消費して、走っていくんですけど、これ別にバンバン使っちゃっていいです。なんでかっていうと、これ勝手にね、これ待ってるだけで自然に回復してくれるんで、で、この装備した、ソードスキルもこうやってバンバン使っちゃっていいです。これ SP がなくなるんですけど、これ待ってたら勝手にこれ回復していくんで、もうどんどん使っちゃっていいです。
で、これ今なんかスキルいっぱい使ってるじゃないですか。で、これクールタイム待ちになるんですけど、ここの、あの、オレンジのボタンを押すと武器チェーンって言って、あの、裏セットに変えることができるんで、で、それであの、片方のセット打ってる間ね、このクールタイムがね、裏側が回復していくんで、どんどんね、交互にね、スキル打っていけるんで、で、まあ、この武器チェーンっていうのは、このセット1、セット2ってあるんですよ、装備画面で。あの、セット2もね、これどんどん、あの、スキルとか、あの、防具、武具とかね、装備してって埋めていくとね、裏セットもね、作れるんで、で、これのセット1とセット2を切り替えてるってだけなんで、まあ、これ、どんどんね、装備してやっていくといいと思います。あと、フィールドに、これ、回復キノコみたいな、回復オブジェクトっていうのがあるんですけど、これをね、切るとね、あの、どんどん回復していくんですけど、これね、2回連続打ってもこれ同じやつなんで、あの、時間がリセットされるだけなんで、時間終わってからね、もう1個ね、これ、あの、切るといいですね。あの、借りながらね、ちょっと死にそうになったらこれで回復するっていうのがいいと思います。でね、この回復なんですけど、まあ、この回復ポーションでね、回復してはいけるんですけど、あの、ストーリー進めていくと、どんどんね、回復が渋くなっていくんですよ。まあ、最初の頃はね、ちょっと回復ポーション飲むだけですげえ一気に回復したりするんですけど、あの、最大 HP がね、どんどん上がっていくんですよ。レベル上がったりなんだりしていくうちに。で、そうなるとね、あの、本当に回復がどんどん渋くなるんで、どっちかっていうと、まあ、最大 HP より防御を上げた方がいいっていう感じになっていきます。で、その防御を上げたいんだったら、武具を新調する感じですね。各階層にこのね、武具店ってあるんで、で、これ話しかけて、まあ、購入ってやって、まあ、この防具ですね。これで、一番上のやつできれば、そういうの買ってつけたいんですけど、これ装備可能レベルっていうのがあるんでね。あの、装備できなかったら、ちょっとレベル上げてっていう感じになると思うんですけど、まあ、こういう感じでストーリーで行き詰まったら、新しい武具にしていく感じですね。この武器もね、あの、一番上のやつにしてっていうのが一番理想ですね。なんか倒せないってなったら武具を新調しましょう。で、装備可能レベルね、上げないと装備できないんで、あの、レベルを上げていきたいと思うんですけど、レベルを上げたいと思ったら、この右上のマップ開くじゃないですか。で、ここにびっくりマークのキャラがいると思うんですけど、このびっくりマークのキャラ、話しかけると、こう紫のね、クエストが出てくるんで、で、これでね、受けて、まあ、今、ちょっといっぱい受けてて受けらんないですけど、これ、受けて、やると、このマップ上でね、これ、びっくりってなってるのが、ハテナマークに変わるんで、で、なると今、クエスト受けてる途中ですよっていう意味になるんで、それでね、このクエストに書かれている、その対象モンスターとか、そのモンスター倒して出る、何々を集めてクリアしますみたいなのが書いてあるんで、こういうのを進めて、あの、モンスター倒すだけだとそんなに経験値もらえないんですけど、まあ、これ、こういうサブクエストとかやっていくと、あの、経験値が一気にもらえるんで、まあ、これ2層だとね、あんまりやる意味ない感じではあるんですけど、まあ、上の階層になればなるほど、そのね、クエスト、サブクエストですね。やると、あの、レベリング2位で、で、これサブクエストって、あの、初回とか、まあ、たまに2回目まで、初回分みたいな感じなんですけど、なんて言うんだろう。あの、クリア済みになると、あの、何回でも受けられるサブクエストっていうのがいっぱいあるんですよ。まあ、基本的にサブクエストってほとんどがそうなんですけど、たまにね、初回だけのやつとかもあるんですけど、基本的に何回も受けられるんで、それで、サブクエストを何回も回してやるのが、このゲームの基本的なレベリングのやり方です。あとは、本当にストーリーで行き詰まったら、その20層とか、40層とかどんどん上の層行って本当に行き詰まったらスキルレコードとか武具を強化とか進化し、まあ強化はまあその前の階層でもやると思うんですけど進化しましょう。メニューアイテム強化交換、スキルレコード強化。で、進化ってやると、まあ俺も進化できるスキルレコないんで出ないですけど、まあ必要な素材をね、使うと強化とか進化とかできるようになるんで、で、武具もね、あの、この武具強化っていうところから、これ進化ってやると、まあ、これね、進化に必要なアイテムを使ってね、進化できるんですけど、それもね、なんか素材が必要でちょっと集めるの大変なんですけど、まあ、どうしてもやばかったら、この左上メニュー右下イベント一覧ってやって、このデイリーダンジョンっていうやつを押して OK をします。すると国鉄地球っていうところに行くんで、まあ、このデイリーダンジョンのまあ、スキル進化覚醒編とか、武具進化とかあるんで、まあ、本当はね、
すげえ後のことを考えてもう最強目指すっていう人だったらもう絶対これだけやってっていう感じなんですけど、最初はこの武器熟練度編が一番いいんですけど、とにかくストーリーを早く進めたいっていう人は自分にこの足りないやつ、例えば強化素材足りないってなったらスキル強化編やるとかね、あのこれ足りねえなって思ったらコール編やるとか、なんか自分今どうしてもこれ欲しいっていうのがあったらこのデイリーダンジョンでねやると結構もらえるんで、でストーリーはできるだけ進めた方がいいんですけど、最低でも47層か50層までは進めた方がいいです。理由は47の2と50の2が、まあ、一番レベリング効率がいいからです。その始めたての人からするとね、だから最低でも50層までは行った方がいいと思います。まあ、50層まで行くとあの48層でリズベット武具店があるところですね。そこで、まあ、修練のインゴットっていう、まあ、育成にいいインゴットとか、50層のアルゲード行くとあの指輪がもらえたりとか、まあいろいろあるんで、まあ、とにかくね50層までは最低でも進めておくといいと思います。でストーリーが終わったら、まあ、イベントとか、まあ、できれば期間限定のやつとかで、まあ、ジェム取ったり、まあ、ダンジョン迷宮区の初回クリア報酬とかにジェムがあるんで取ったりっていう感じになっていくと思うんですけど、そのジェムなんですけど、あのデイリーミッションっていうのがあって、まあ、さっき言ったようなそのデイリーダンジョンクリアするとか、この育成ダンジョンクリアするとかあるんですけど、まあ、これをやっていくとね、あの1個達成するごとにジェムが、この課金士がね10もらえるんで、でウィークリーミッションって言って20回週で達成すると、まあ、100ジェムもらえると。で1日5回クリアできるんで、まあ、4日でね全部クリアしていけばこれもらえちゃうんで、これどんどんやっていった方がいいんですけど、まあ、このアシストキャラと交流するっていうのはメニューからこの下のアシストキャラって選んで、まあ、決定をして、でこの交流っていうところを選んであの交流できるんで、これで達成していく感じですね。でこの育成ダンジョンっていうのは、まあ、イベント一覧開いてここ育成ダンジョンって書いてあるんで、このバナーとかどこかに、まあ、今回はこのリーファの限界突破道場ってやつなんですけど、この SAO のレギュラーキャラのバナーですね。大体今回はリーファですけど、例えばスキレコの進化とかの素材もらえるやつはシノンだったり、あのブグの強化進化のやつだったらリズベットのブグ育成みたいな感じのバナーだったりするんで、これね育成ダンジョンっていうのを進めていきます。あとは迷宮ダンジョン、またカオス凍滅戦ってあるんですけど、始めたてだとあのカオス凍滅戦ってやつはかなり難易度が高くてきついんで、まあ、一層の迷宮区とかやるといいんじゃないかなと思います。1層とか2層とか3層とか迷宮区ですね。まあ助動でもお口でもいいんですけど、でこのゲームってなんか移動手段があの本当に早く移動する方法ってこれダッシュとかになるんですよ。このステップっていうかな、ステップなんですけど、あのとどこかに飛ぶってなると2パターンあって、1つ目はイベント一覧からこのイベントバナーでイベントのところに飛ぶってやつなんですけど、これどのイベントがどこに飛ぶか分かんないじゃないですか最初。まあ大体は始まりの街に飛ぶやつなんで、まあ適当に押してれば分かるんですけど、まあ基本的には50層まで行けばこの無限のラフコフと干渉魔球っていうのがあるんで、これあの50層の指輪のやつなんですけど、これで飛ぶとあのすぐここあの転移があるんで、これすぐねいろんなところね転移経由していろんなとこ飛べるんですけど、まあ分かんなかったら適当にこの上の方の、まあ、イベントバナー適当に押して、まあこういう育成ダンジョンとか、まあ一回やったら終わっちゃうんですけど、だいたい始まりの街なんで、まあ違ったらねあの違うやつをね選んで飛べばいいんですけど、基本的にねそれで飛ぶことができます。であとはクリア済みの階層だったら、メニュークエスト受注クエストで周回っていうのを押して、あの一度クリアしたサブクエのところにねこれ移動するってやつ押すとね飛べるんで、それで移動したりとかもできるけど、どのクエストでどこに飛ぶとか覚えてないとどこに飛ぶか分かんないでちょっときついんで、まあ最初はイベント一覧とかでね一気にね飛んで移動するのがいいかなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。